今度は韓国のヒョン・ジュンファン、確か16歳か17歳、17歳、若い選手ですね、はい、向こう側です、まあ、先ほどちょっとご覧いただいた第0例の相手だったんですけれども、第1球目から甘いボールが来れば、すかさず打っていくというところですね、これは。まだ安定的に高いですけど、レーブリは安定しています。フォーカルヨー選手と同じなんですけども、はい、打った後に必ず気持ち線に戻る、はい、ここから、あ、なるほど、はいはい、どこからでも、どこに来たボールでも打てるというような姿勢を保つことができる選手だと思います。はは、それはもういつにフットワークということになるんでしょうか。そうですね、この選手はバックからのフットサーブ、まあ、大レレ選手と一緒なんですけども、はい、ショートの角度も、非常にいい角度で、相手を押してますね。はあはあ、あ、今のようなもの思い切った踏み込みがあるわけですね。確か、86年のアジアジュニアでも優勝して、そうです、アジア大会でもね、大会優勝のメンバーでした、はい、体格的にはそんなに大柄なタイプではなかったですね。そうですね、